よっ、YouTube。どうも、なぎです。さて、今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。で、多分年内の中では多分アニメというかゲーム、キャラ、最後になると思いますが、ふさわしいんじゃないでしょうかね。今日は、龍が如くシリーズ、やっていこうと思います。まあ、男性ならみんな知ってるし、この間、去年、一昨年、ね、キムタクがやったのでみんな知ってる人も多いんじゃないかなと思いますけど、シリーズの、まあ、キャラをやっていこうかなと思います。で、まずはみんな知ってるかな、真島さんですね。真島さんの髪型、これやばいよね。この写真結構いっちゃってるよね。真島さんのヘアスタイルをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、真島さんも中買って7、3パートでもう分けてる、もうそれだけなんですけど、結構ね、軽い位置が高いんですよね。この眼帯の位置も見てもらっていいですか。眼帯が、まあ僕の方から見るとこうかかってて、結構上まで来てるんですよ。そう。なので軽い位置が結構この、こめかみよりも上、このおでこのこう角ができる角があるんですよ。ここの、この上の外人ラインぐらいな感じから、もうがっつり横買って、で、後ろは多分ね、ボンノクボの上、ちょっと下がるぐらい、ここからぐボンノクボの上ぐらいまでがっつり切る、いいかな、それで切っていいかなと。ボンノクボまで下がっちゃうと下がり気味になっちゃうので、ボンノクボの上ぐらいまでは買っちゃっていいと思います。がっつりもうこの時は3ミリぐらいかなで切ってるのかな、短く、で、その上から、7、3パートで分けてもらって、もう耳にかかんない程度でね、両方とも切って、で、ダウンはちょっとつけるかなっていうぐらいなんですけど、こうツンツンするので、どちらかというと あんまり高温のストレートアイロンとかでやっちゃうとちょっと跳ねがひどくなっちゃうので、低温のストレートアイロンとかでちょっとこう抑えながらちょっとアイロンしてあげると、こう前野さんっぽくなりやすいんじゃないかな。特にこの髪型ね、まあいろいろ、まあほぼほぼ一緒なんですけど、なので、もともとストレート結構癖がない、ちょっとツンツンしやすいんですよねっていう人は、まあどちらかというと前島さんヘアはやりやすいんじゃないかなと一つ思います、僕は。でも前島さんファン結構多いもんね、多分ね。まあ色はお好みで茶色とか染めてあげれば全然問題ないのかなと思います。で、やっぱ桐生さんですね。桐生さんのヘアスタイル、桐生さんはもうがっつり、なんていうんですか、上げてソフトモヒカンにしてるバージョンなので、でもやっぱ下ろすと多分、この髪型ってここ短くて上が長いような状態なので、ちょっと重めのセンターパートみたいな感じでもいけるんですよ。重めって言っても、なんだ、もうワンレングスベースではないんですよ。でもここが短くて上が長いんで、あんまり段もつけすぎないような、ちょっと重さを残したセンターパートベースみたいな感じでも全然いけるんですよ。そうするとそれを上げていくと、この辺は結構カットして短いんだけども、上の髪の毛は重さが残ってるから長さが乗っかってくるんで、後ろも襟足はね、これ長い時もあるから、襟足ちょっと長めに残したりとかでもいいと思います。それかもう、なんかそのセンターパートみたいなのがちょっと分からづらくて、どうしてもっていう人は、普通に本当に僕みたいな感じのショートヘアなんですけども、この状態でこう横とかもこう短めに、ね、もうちょっと長めだけど、まあ、多分ここの出てる髪の毛ぐらいまでの長さでこう横は切ってもらって、上の方だけちょっと長め、そう、上だけ長めに残してもらって、それを上にオールバックだったりとか上にセットしてもらえれば、まあこのぐらいになるかなと思います。自然にね、感じで。そうすると、その後ろもその長さのまま短く切ってもらえれば全然問題ないです、キリさんの場合は。そんなにね、なんか、なんだろう、難しい髪型っていうか、もう単発の本当にソフトモヒカンっていう感じで、耳周りさっぱりして、で、襟足はまあ基本的にはまあ、ただ短めさっぱりしてる感じなので、僕のちょっと長めな感じで考えてもらった方が多分分かりやすいかな、もしかしたら。モレンゲさんがそういうこと言うよりも、ちょっと長めの、僕はこのぐらいでね、ちょっと高さを出すぐらいですけど、これがどんどんここからこっちに行くにつれて、ちょっと長めに残って、上げるっていう感じですね。なので、もともとちょっと量が多かったりとか、ちょっと固めよりかは柔らかめの人の方が
まあ、キリさんのヘアスタイルはやりやすいかな。ただ量が多い人の方がいいかなと思います、僕は。うん、この髪型に関しては。あとはゴーダくんですね。ゴーダさんだね。ゴーダさんの場合はまあ本当にどうだろうな、多分一番量が多いんじゃないかな。量が多いっていうか濃い、濃いんですよ。見てる人って分かると思うんですけど、このお土産のラインがもうゴリラみたいな感じでつながるぐらいな感じでがっつりあるので、そこを注意してあげるといいんじゃない。このぐらい長い人の方が、剛毛の人の方がうんいい。ここだけさっぱりして短く、もみあげ、このもみあげからヒゲにつながるラインを短く切りつつも、そこからここから、ここから後ろの上の部分だったりとかっていうのもワンレングスベースで基本切っていいんですよ。そう、ちょっと唇だったりとか、いやちょっと長めのラインのワンレングスベースで切ったものに金髪にして、オールバックに流して仕上げるっていうのが、ゴダさんヘアですね。そう、横の部分だけ短く切るっていうのが特徴で、剛毛量が多い、ヒゲがつながる濃い人っていうのがバランスいいんじゃないかな。で、まあ、眉毛まで金髪にしたりとかもするので、結構ファイティングな感じですけど、そこもできれば一番いいかな。だからクローズの小栗旬さんの刈り上げてないバージョンだと思ってもらえればいいかな。で、あとはヒゲが長い、ヒゲが濃いっていうバージョンだと思ってもらったら一番いいんじゃないかな。まあ男臭くていいはいいですよね。あと誰がいたっけな、誰やろうかな。錦山さんですね。錦山さんはでももう本当にワンレングス、難しくない、もう本当にセンターパート、ワンレングス、ちょっと前髪のところちょっとこう切れてるから短いみたいな感じですけども、本当にちょっと昔のトレンディーをそのまま生かしてるっていうみたいな感じの長さのヘアスタイルですね。これはもう本当に肩つかない、ちょっとスーツとか着てるとこう襟の部分ちょっとつくぐらいかなぐらいの顎ラインだったりとかぐらいで合わせてあげていいと思います。そのラインのセンターパート、ワンレングス、これはもうちょっとこうなんだろうな、根元ボリュームパーマっていうよりももともとちょっとふわっとしやすい、ちょっと量が多くてもちょっと広がりやすいというか、ふわっとしやすい人の方が似合いやすいかな。その人がちょっと量を減らしたりとかするとバランスは良くなるんじゃないかなと個人的に思います。まあそれ、まあここのね、ここのボリュームね、ここのボリュームのことだけだから。そう、それかまあ昔のキムタクとかの画像とか写真とか見てもらうと分かるんですけど、ちょっとこうワンレングスのね、こういう感じの時とか結構あるので、それでもいいから、ここの根元の膨らみさえそんなに気にしなければ、本当にワンレングスベースでバッと切ってもらえれば。そうかといってワンレングスベースで切って、これ誰意識したのって錦山さんってならないと思うんですけど、多分周りの人は錦山さんヘアじゃんっていう風にはならないと思いますけど、知ってる人なら知ってる、分かる人なら分かるし、けど、まあ、これが出てくるかと言われると分かりませんっていうところが一つありますね。あとは黒ひょうですね。黒ひょうの右京さんのヘアスタイル、今日だよね確かね、のヘアスタイル、これはもう小栗旬くんがっつりなんじゃないかな。小栗旬くんのラインありみたいな感じなんじゃないかなと思います。このこめかみけど、これ結構おでこが横広がりなので、結構おでこのこの生え際のこう下がってる位置の方がいいかな。ちょっと下目、ギリギリ下目ぐらいから真横行って、で耳上ぐらいまで、ここ全部刈って、多分6ミリぐらいで刈って、ラインをもう2、3本最後まで入れて、あとはもう本当に伸ばしてオールバックにして、もう本当にこの辺にジェルつけて、で毛先の方はあんまりジェルつけすぎないような感じ。ただパサパサになっちゃうから、ちょっと余ったので襟足はつけてあげてもいいと思いますね。いいと思いますけど、これはでももう本当にクローズの小栗くんの髪型を真似て作れば
いんじゃないかな。小栗くんの場合はちょっと段もついてましたけど、全体的に。そう、この場合はあんまり段をつけすぎないような感じで、もうペターンとこの辺して。で、後ろがちょっとこう、少し、前から持ってきてる髪の毛が多分こうずれて短くなってるだけなので、基本的にそんなにダウンは本当に短く少しだけつけるぐらいな感じで全然問題ないのかなと思います。これはあと秋山さんね、秋山さんの場合はもう本当になんだろう、ワンレングスベースではないんですけど、ワンレングスベースで切ったものに対して全体的にダウンを入れてもらえればナチュラルにこれくらいになるんですね。ウキュウさんとか、そう、これはね本当に自然なセンターパートの段がついたヘアスタイルなんですよ。うん、なので基本このね横が短いので、まあ横はこう下ろすと多分唇ラインとかなんですよ。で襟足はちょっと長めにね、こう顎ラインぐらいまで残った分に対して、これだ、ここの長さとこっちの長さ、後ろに長さが段がここあるんですけど、それに対してまあ全体的に段を 4,5 センチぐらい全部つけて、全体的につけてもらったらそれだけでこういう感じになります。本当にこのセンターパートの自然なこういうヘアスタイルって本当に言うほど難しくないんですよ、本当に。うん、なんかね、ちょっと前の氷室京介さんみたいな、ちょっと長めの時の氷室京介さんみたいな髪型と近い部分があるのかなって、うん、思います。うん、全然難しくない、センターパートの段がついてるヘアスタイル、ちょっとトレンディー感も少し残した感じっていうと秋山さんみたいになるんじゃないかなと僕は思いますけどね。うん、まあ、最後はキムタクの矢上さん、これキムタク前、キムタクのヘアスタイルでちょっとキムタクのヘアスタイルはやったんですけど、矢上さんの場合、まあ似てる、まあ本当に似さして作ってるんで同じっちゃ同じなんですけど、まあこの時に関しては結構前髪も短くて、横はまあねボブベースで切ったものに対して段がしっかりついてるんで、前髪短めでこう結構段がついてて、で襟足もウルフっぽく長く伸ばす、だからここの辺にこう外跳ね系が来るワンリングスベースのものに対してボンの来る棒ぐらいまでその外跳ねが続いてるんですけど、それプラス襟足もちょっと長めに残してる、うん、スタイルなんですけど、これね結構上の方何空想の世界なんてあれなんですけど、この辺にこんだけ段がついてチリチリツイストパワーみたいな感じでツルチリにするのってまあ結構似合う人って少ない。顔がちっちゃくて丸顔とかだったら似合いやすいと思う。うん、だから、おもながだったりとか、顔が強くてもちょっとおもながだったりとか、エラが張ったりする人っていうのはなかなか難しいんじゃないかな。うん、バランス的には。うん、特に襟足も長くて、ここの段もすごいついて、横広がりだから丸く見えるんじゃないのかって。まあ、それも一理あるんですけど、こんだけ短い段をこう上につけて、チリチリがこう、動いてるっていうのはなかなか難しいかな。現実がもうちょっと段は重めの方がいいと思います。だから現実のキムタクのこの龍が如くの試写会とかに出た時の髪型みたいにちょっとだけ重めな、うん、これよりもちょっと重めな段の方が毛先のねパーマかけた時もバランスが良くなるんじゃないかなと思いますね。うん、なんでこの場合は全体的にパーマをかけるっていうのも全体的に根元からパーマかけるんじゃなくて、全体的に中間とか毛先だけに本当にパーマをちょこ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 かけて、根元の方はあまりかけすぎない、もう中の方も上の方もで毛先のボリュームとか動かしだけで作っていくっていう方が髪のダメージも少なくてより現実に近いんじゃないかなと、現実世界作るのにはいいんじゃないかなと思うので、その辺も含めてね、パーマの強さだったりとか、例えばストレートアイロンでする人だったら全体的に毛先の方だけちょっと動かしてあげて、根元の方からこううねうね作りすぎないような感じ、トップの部分だけだったらちょっとうねって作ってもいいけども、中の方なんていうのはほんと毛先だけ、後ろの方も毛先だけ作ってもらって、うん、で全然いいと思うので、その辺も含めてぜひやってみてください。バイバイ。